はい、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。教室から戻ってまいりまして、何はともあれこのカメラの前に今座っております。早めの配信ができればいいかなと思ってね。で、いよいよ水曜日からはクライマックス、パリーファイナルステージがスタートします。オリックス対ロッテということで非常にこう楽しみな戦いが待っているということ。パ・リーグ優勝のオリックスと第2位のロッテとの戦い、ファーストステージでロッテは楽天を下してきたわけなんですが、楽天が来てもロッテが来ても、手強い相手、強敵であることは間違いない、わけですからね。ただ、マリーンズもこの終盤競ったゲーム展開の中で貴重な一発が出て、初戦はエチェバリア、2戦目マーティンというね、この2人の外国人の活躍もあって、見事にこのファーストステージ突破という形で大阪に乗り込んでくります。で、オリックスとしましてもこの相手が乗り込んでくるというね、向かってくるのを受けて立つんではなくて、やっぱりこう向かってくる相手に対しては受けるんじゃなくて逆に、向かい返して、行ってほしいなということで、本当に迎え撃つという感じに、してほしいなと思うわけでありますが、ただ簡単なゲームではないことはもうこれ確かなんでね。というわけで、このクライマックスファイナルに向けての皆様からどんな、戦いになるんだろうかということを予想してください、あるいは希望を書いてくださいということを申し上げますと、何通か頂戴しましたのでご紹介していきたいと思います。書くのも大変なんでね、本当にありがとうございます。まず小春さんです。大前さんこんばんは、久しぶりにコメントします。いよいよですね。そうですね、10日から私も京セラに応援に行きます。あ、そうなんだ、お待ちしております。楽しみです。ワクワクドキドキハートマーク、予想はわからないですそうですね、希望は5000までに決めてほしい。もちろんオリックスが勝つということで、6000まで行くと怖いからです。頑張ってほしいですということ。6000まで行くということはオリックスの2勝3敗で、6000まで行くということなんでね、苦しい戦いになるということですからね、5000までに決めてほしい。小春さん、私も応援頑張りますというメッセージ、本当にありがとうございます。それからせいやさんですかね、いよいよファイナル、初戦の由伸さんは勝ってくれると信じています。宮城くんも打線が援護してくれて勝ってくれると祈ります。ラベロのハンドシェイクが見たいです。あ、見たいですね、これね。その後は田島さん、幸也さんでどちらか一つ決めればアドバンテージを含めて日本シリーズ決定、日本シリーズ決定となることを期待します。DH の吉田正尚選手が出てくれてくれれば鬼に金棒、解説の方はオリックス有利を唱える方ばかりですが、勝つと思うな、思うと負けよの精神で初戦から応援あるのみ、初戦は現地ですと。ああ、お待ちしてます。そうよ、そう、評論家諸士の皆さんの、予想っていうかね、大方の見方はオリックス有利と言ってくださってはいるんだけど、評論家のほとんどの皆さんはオリックスをほとんど最下位と言ってた人たちばかりの予想ですから、そんなもの当てになるはずがないんでね。それはそれで参考として、いいんじゃないですか。ちょっとまたピンボケしてる、これどうしちゃったんだろうね、これ本当に後ろが白いからダメなのかな。もうピントは気にしないでください。お前の声が聞こえていればいいよね。はい、それからね、PCDHDDD さん、なんと読みするか分かりません、そのままアルファベットで読みました。ロッテは外国人次第と里崎さんがおっしゃってましたが、その彼らが調子良さそうなのが怖い。確かに、性格上いくらオリックス優位と言われても楽観できないな、でも純粋に楽しみという、楽観はできませんね、本当にね。ありがとうございます。それからですね、ヒデ99さん、いつもありがとうございます。江坂から帰ってきましたよ、ヒデさん。ヒデさんは江坂にお住まいです。ファイナルの予想というか希望としては申し上げたように金土日とチケットを持っており、あ、そうなんだね。全部見たいのは山々ですが、やはり初戦から由伸宮城でしっかり勝ち進んで、できれば早いうちに日本シリーズ進出を決めてほしいです。そのためにはマリンズキラーのラオウ選手をはじめ打線の奮起に期待しますということで、
まあ、吉野くんの初戦は間違いないだろうけど、2戦目どうだろうね。僕は田島くんじゃないかなと僕は勝手に思ってますけど、どうかな、まあ、ね、宮城かもしれないしね、総一郎かもしれないしね、サッチかもしれませんし、わかりませんよ。はい、ゲームハンドさん、ありがとうございます。パリーグ TV の動画で里崎さんが言っていたマーティン・レアードがキーマン、外国人が働ければ上に行けるが現実になったようなファーストステージだったような気がします。そうですね、オリックスが勝ち抜くためにはやっぱりここを抑えていくことが大事になるのかなと。おっしゃる通り、レギュラーシーズン終盤の直接対決ではお互いがホームゲームを落とすという展開になっていましたが、そんなことはないように頑張ってほしいです。勝つと思わず挑戦者の気持ちでと、心持ちでということ、ありがとうございます。全くの同感でございます。それから広瀬さん、さとしさんだったかな、あきらさんだったかな、忘れました、失念いたしました。ファイナルステージの展望、キーマンはラベロになると見ています。なるほど、今シーズン杉本選手がロッテ戦で大暴れしたことは誰もが知るところ、ロッテがまともに勝負してくれるとは考えづらく、後ろを打つ打者が重要になると思います。そこでラベロです。ホームランこそありませんが、ホームランこそありませんがって、ホームランこそないわけじゃないよね。紅白戦でホームラン打ってましたから、打席の内容の評判も良いようですし、大前さんからの、好調であるとの情報もありました。何より弱点がバレていないところが相手には脅威になると予想します。あ、確かに相手データがないもんね。はい、文字通り怪我の巧妙でした。まあ、ここに至っては巧妙かもしれませんけども、やっぱり彼が終盤いなかったっていうのは、そこで使うために取ってきたのに、彼がいなかったっていうのは痛かったよね。はい、ラベロが3割をキープしてロッテに杉本選手勝負を強要できれば3立てもあると思いますと。なるほどね、そうか、確かにそうだね。僕はそう、ラオウの後ろはすごい大切だと思います。おっしゃる通り。あとはね、若干終盤、最終盤にやや息切れした、これ本人も言っていたんですが、福田選手の復調、これが僕は一つ大きなポイントだと思ってます。福田宗が機能すれば、おのずと、点も入るし、で結構下位打線からチャンス作ることって結構オリックスあるんでね、逆に彼らの出塁というのもあるんだけども、1番2番がポイントゲッターになることもあるんで、そこはね期待したいなと思いますね。ありがとうございます。美貌録さん、いつもありがとうございます。大前さん、1試合で200球近く、投じられるうちの1球がああいう結果になってしまうのが野球なんやなと改めて感じた CS ファーストでした。マーティンの一発だったり、エチェバリアへの一球だったりするわけよね。報道によると第1戦のエチェバリアのホームラン、エチェバリアの前を打つ選手の三振の際、ピッチャーが大きな声で叫んだ。それを見て元メジャーリーガーのエチェバリア、敵を打ってあげようと思ったと、余計に気合が入ったとのことでしたと。こういうところにも細心の注意が必要なんですね。画力転生を書く久しぶりに思い出した言葉ですということですね。そうだね、そういう相手に対してのリスペクトを書くと、やっぱりそのダメだということではあるんですけど、ただエチェバリアも結構打った後のバットフリップ、バット投げてましたから、あれはあれでメジャーではかなり相手から嫌われる行為だと思うんですよね。まあ、そういうことですね。はい、ありがとうございました。それからですね、ヨッシーさんはオリックスもラオウの一発で勝ちたい、ラオウがね打ってくれればということですね。というところですね。あとね、ともしんさんは千葉はあったまってる、浅村を抑えたことが千葉の勝利だったかな、大阪は冷えていないかな、まあどうかな、冷えてはいないと思うけど、あったまってもいないよね、試合してないからね、その辺がどうなのかなという感じがしますね。まだ時間はちょっとある、まあ、別に時間はこれ関係ないのか、引き続きご紹介してまいりますとですね、そうなんだよな、まあ、たくさんね結構いただくのね、2回にわたってもらってるんで、ちょっと待ってね、はいはい、
続いてのメッセージでございますが、ページを変えてるんで時間がかかります、すいません。あとそんなもんだったのかな、そうか、まあまあいろんな意見もあるんだろうけど、そうそう、これね、高子レベスクさん、高子レベスクさん、これ本名だと思うんだけども、レベスクでいいんでしょうか。大前さん、いつも楽しく興味深く拝聴しています。ありがとうございます。水曜日からのロッテ戦、レギュラーシーズン同様に全員で勝つ野球で、いろんな選手の活躍で勝ち切ってほしいです。私はオリックスが以前キャンプをしていた宮古島の出身で、イチローさんや田口コーチが活躍していた時代に家族でキャンプを見に行って、オリックスが好きになりました。ありがとうございます。宮古島なんだね。久しぶりにあの頃のような強いオリックスが帰ってきて、今年は本当に嬉しいです。本当そうですね。今はアメリカ在住で、そうよ、アメリカからこの高子レベスクさんは、メッセージをくださっています。ありがとうね。シドニーからもあるからね、オーストラリアから。国際的ですね、カズチューブは。ありがとうございます。今はアメリカ在住で、オリックスの試合はデーゲームだと夜中、ナイトゲームだと朝方、テキスト速報で一喜一憂しながら応援しています。クライマックスを勝ち抜いて日本シリーズ進出できますように頑張れオリックスバファローズという、遠くアメリカからメッセージも頂戴しております。インターナショナルな、オリックスバファローズでありますが、ありがとうございます。カズチューブ、アメリカからもね、こうやって見てくださってる方いるんだね。すごい時代だなと思いますね。ありがとうございます。アメリカは高子さん、どこにお住まいなんでしょうか。今年アメリカはね、ブレーブス、アトランタの優勝、世界一、ワールドシリーズ制覇で終わりましたけどもね、また何かあったらメッセージいただければと思います。ありがとうございました。というわけで、まあ、いろいろ他にも頂戴しているんですが、まあ、そんな感じで、まあ、皆さんのさまざまな思いがあるというね、いよいよもうクライマックス、はい、ファイナルが始まるということになりますけども、さて、大前は第3戦、第4戦、第5戦を実況する予定でございますので、ぜひご覧ください。それで明日じゃないや、1戦目、あさってになりますね。ラジオリやるんで、またもしよければオーストラリアからアメリカからメッセージを頂戴できればと思います。ラジオリやると、今までは2戦2敗です。いずれも山崎幸也の先発でした。でおそらく今度は由伸君ですから、幸也でもよかったんだよ、2戦目は。でも相手のこの、そう、打てなかったんだよね。あれもリードしていて、一旦トライの試合で逆転、ホームランで逆転したんだ、2戦目もね。だけども富山が打たれちゃったんだよね、あの時はね。で1戦目のロッテ戦はサッチが結構打たれちゃったんだよ。で、まあ、そんな感じで、やりますんで、まあ、僕がやるというよりも皆さんがいつも応援している浜野さんがね、喋る第一戦なんで勝つでしょう、ね。ということで許してください。というわけで、お前がラジオリアル、お前和樹とホットファクトリーでまたお送りしますんでね、この、なんとか僕はこのお前和樹とホットファクトリーという、このなんていうのユニットをちょっとこう売っていきたいと思ってます。結構面白いかなと思うんだけどね。この前は、最初ね、そのホットファクトリーは3人いたのよ。で負けてこの間2人になってるんで、でこの間負けましたね。今度1人かもしれません。だから大前和樹とホットファクトリー1名になってる可能性もある。だけども分かんない、ひょっとしたら増えてるかもしれない。誰が来るか僕にも想像はつかないんだけども。でね、まあ、ラジオの実況中継みたいな形でやってはおりましたけども、やっぱりね、せっかくなんで、もうみんなのメッセージをどんどん読んでいきたいなと思っておりますんで、実況の割合をちょっと減らそうかなと、思って、皆様からのメッセージをどん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 紹介して、で、まあ、お互いにこう双方通行という形でやりながら、お話を進めていって、ここぞという時には実況をすると
ということでいかがでございましょうか。多くの方々が、ラジオ単体としてラジオリではあるんだけども、ラジオ単体として聞いてくださっている方どうやら少ない、球場の中で、あるいはこうテレビあるいはパソコンを見ながら、というところで、その試合の画像を見ながら、このラジオリを聞いてくださっている方が多いということのようなので、それだったら要所要所ではラジオ的な実況ももちろん、これ入れますけども、どんどん皆さんとのコミュニケーションを図っていこうというふうに思っております。でその中でこのホットファクトリーもどんどんね出演してもらおうかなと。マイク1本しかないんです。予算の関係でもう極めてもう本当にねタイトな状況でやっておりますんで、状況をみんなに見ても欲しいぐらい、こじんまりやってますんで、そんな状況もお伝えしながらですね、大前和樹のホットファクトリーの、ラジオにぜひ、楽しみにしていただければと思っておりますよ。ビボロさん出張入れてくださいね。ぜひ頭から水曜日でございます。というわけで、今回はですね、皆さんのこのファイナルステージに向けた思い、願望予想などをご紹介しましたが、ご紹介できなかった方ごめんなさい。というわけで、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。ラジオリやりますので、というわけで、大前和樹が、いよいよ、野球大前の野球実況も大詰めをね、迎えるわけでございますよ。というわけで頑張って喋りますね。日本シリーズ優勝すればまた優勝特番があるかもしれないよ。となればもちろん、となればよ、敵地はジャイアンツにしてもスワローズにしても東京ドームだよね。ね。で、優勝特番があるとしたら、4勝しないといけないんで、もしホームに帰ってくるならば神戸だよね。これはなんかちょっと因縁めいた感じになりません？96年、25年前のオリックスの優勝の時も、あの時は東京ドームと神戸だったんだよ。ね。ですから、今回は、もし勝ち抜ければよ、勝ち、まだこれ、トラタヌなんでね、トラヌ、タヌキの川残余なんでね、まだそんなこと言ってる余裕はないんだけども、そこに向けて頑張ってほしいと思うわけで、その前にこの難敵、強敵ロッテをと対戦して、そこに勝っていかないといけないというね、大きな、セクションがあるわけですから、そこを超えていかないといけないということ。ただ楽しみなファイナルが始まる、オリックスにとっては初めてのこのファイナルステージ進出ということになりますんでね、ぜひ皆さんと一緒に応援していきたいと思っております。で、明日は前日よね、前夜祭ではね、また気持ちが高まってくる中でのね、どうだろう、皆様からの何かメッセージがあればご紹介したいと思っておりますので、明日も本来ならば、心穏やかな、火曜日のはずなんですが、ただ、もうこの決戦の前日の皆さんの気持ちの高まりなんかも、なんか伝えてくださればありがたいなと思っております。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。カズチューブでした。